羽生城は埼玉県羽生市に存在した日本の城。16世紀初頭の築城とされ、永禄3年の長岡ゲトラによる関東出兵以降、上杉方の関東攻略の拠点となったが、後北条氏の度重なる攻撃を受け、天正2年うるう11月に自落した。その後、城は後北条氏から成田市に与えられ、 天正18年の徳川家康の関東入法後は、大久保市に与えられ、慶長19年1月に廃城となった。羽生市の指定文化財に指定されている。追記時期や築城者について、江戸後期に編纂された、新編武蔵風土気候では、工事2年、木戸忠友ともによるものと記している。ただし、風土気候の説を裏付ける資料は存在せず、詳細は定かではない。 一方、小田原安楽寺に安置されている、美穂孔人像には、広田直重と川田谷忠友の連名で、武州大田省小松松社、美穂孔人、天文五年日の江猿岩主寺家、重、忠友と記されていることから、天文五年の時点で、自家主家が上司を務めていたと推測されている。なお、自家主家と忠友の両者は兄弟である。和紙宮調子では、 祖父の代から山内上杉氏の配下として、活動していた直しげと忠友の父、木戸のリザネも含め親子で入場したものとしており、上杉方には武蔵国へ勢力を拡大させようとする、ご法上氏に対抗するための拠点とする狙いがあったと、している。天文21年頃に作成された、小田原旧記によれば、当時武州派根に五条大が家剰では守るとあり、この時期に、 ご法上氏の攻撃を受けて落城し、中城では守るが城代を務めたと考えられる。一方、城を追われた自家茂らは、他の土地に移り住んだとも、小松神社付近に移り住み、一時的にご法上方に従属したとも考えられる。永禄三年、越後国の長岡景虎が、北地国の佐竹義明の要請により関東出兵を実施すると、かつて、 上杉氏の配下にいた多くの家臣が影虎の下に参、陣した。自家主義はこの機会に、羽生城の中城では守れを攻めて城を取り戻し、弟の川田谷忠友は、配下の渋江平六郎や岩崎健三郎と共に、影虎の下に参陣すると、同年11月12日に、影虎から、羽生城及び羽生城を安堵された。この後、 武蔵国の武将の多くがご法上方に従属してゆく、中で、自家、重、忠友兄弟は一貫して神杉方に属し、抵抗を続けることになった。永禄四年、謙信が成田氏の本拠である、御市場の市場、皿尾城を奪取すると、忠友を配置した。御市場主、成田町隊は、前年の謙信の関東出兵の際には、謙信の下に参陣したが、すぐに、 北条氏康に従属しており、状態の動きを牽制する狙いがあった。この後、皿お城をめぐり二度にわたり、工場戦が繰り広げられたが、ただともは、岩月城主、大田助政の火星もあり、これを退けた。A62 年ルー5月、武田信玄の関東出兵により、謙信と北条氏康の間で同盟が結ばれ、上杉方は、協定により上の国、武蔵国の羽武領 岩月良、深谷良などの領有が認められた。永六十三年うる5月、自家茂が謙信から上野国立や市場を配領したため、皿お城主の忠友が新たな城主となった。この後、自家茂が死没すると忠友は、息子の木戸茂友、自家、茂の息子の菅原直己との協力関係を強め、ご法上税に対抗した。元気2年に、 宇治安が死去し同盟関係が破綻すると、北関東における、上杉、御宝城間の構想が再熱し、羽生領や深谷領は主戦場となった。元気3年8月、謙信は御宝城の軍勢が、羽生、深谷方面を伺う,う動きを見せると、ただ友らに救援のため出兵する旨を伝えたが、羽生勢は御宝城方の宝城宇治てる成田市長らの軍勢の前に敗れた。 天正元年4月、北条氏政は軍勢を率いて、深谷城の上杉県政を攻撃し、県政を従属させると、同年8月には成田市長の要請もあり、羽生と忍の中間に位置する小松に着陣し、羽生城を攻撃した。天正2年4月、県心は羽生城の救援のため、越後春日山城から上野国立林城に着陣し、 北条氏政の軍勢とと川を挟んで退治したが、川の増水のためとかすることができず、船による兵糧や、物資の支援もご北条方の工作により失敗に終わった。同年10月、謙信は、下佐国籍や土城及び、羽生城の救援のため再び関東に出兵し、武蔵国の忍部漁、八方領、松山領などを次々に焼き払ったが、 関屋土城の救援には失敗した。同年うるう11月、謙信は、ハブ城主の忠友に対して城を破却するように命じ、忠友は千四人の兵とともに、上野国前城へ逃れた。この後、ハブ城は、押城主、成田市長の支配下に置かれ、赤八州古前六や、北越軍団によれば、成田大倉昭遊、桜井隼人さ成田京図によれば、 市長の王子にあたる前哨事務機要塞、田中家が、野沢氏なのが共に上代を務めたと記されている。これらの成田家臣に、成田文元町に記された、ハブイズも守る、羽生ハブスケ六郎、岩瀬半兵、川又屋十郎などの在地に留まった木戸氏の求心が、従ったものと推測される。一方、謙信は、関東攻略を果たすことなく、天正六年に亡くなり、 家徳を、上杉影勝が相続すると、翌天正7年に海国の武田勝頼と同盟を締結した。同年7月、勝頼は、上野国に侵攻し、西上野の沼田城、東上野の王吾、山城、伊勢崎などのご宝情報の諸城を攻略した。こうした状況の中で、上野国に逃れていた木戸氏の旧審の一部は、お立ての乱の余波で、 混乱の続く上杉氏ではなく、勝頼を頼ったものと推測されている。天正8年1月、菅原直則は、馬屋橋にある赤木神社に祈願状を出し、勝頼の下で、羽生城の奪回及び領地回復を図ろうとしたが、天正10年の武田氏滅亡などにより叶うことは、なかった。天正18年、豊臣秀吉による小田原征伐の際、上代の紅葉祭は、 羽生城は放棄して、尾市城に牢城した。尾市城は1ヶ月に及ぶ、牢城戦の末に開城した。後北条城氏の降伏後、同年7月26日に、徳川家康は、諏訪よりただに、羽生領を含む2万7千国の領地を与えたが、同年8月に、家康が関東に入宝すると、羽生領は、大久保忠近に与えられ、忠近は2万国の領主となった。 ただし、忠だちは、ハブ城に入城することはなく、家臣の先坂かどうかや徳森伝蔵が城代を務めた。文禄三年、忠だちは父、大久保忠世の死去に伴い家徳を相続し、ハブ領を含む六万五千石の領主となったが、その後も、城代カローラが、ハブの領地経営に当たった。その後、慶長19年1月に、 ただちが海激となり大お国に湿居するように、命じられると、羽生城も同時に廃城となった。羽生城は、利根川沿岸の絶城大地を生かした平城であり、その周囲は沼地に囲まれていたとされる。江戸後期に編纂された、新編武蔵風土気候や福島東遊ちの、武蔵市には次のように記されている。古城赤東城は平城にして、 西を首都市、東を落とし、東南北の三方は沼にして、西の一方のみ平地に続き、このところに大手口ありし、よし、本丸と二の丸の境とおぼしきところに、土手の後残り、何様健吾の体なり、大手を入りて二の丸あり、そこの広さは、東西南北四十軒余り、それより橋を渡りて本丸に至れり、このところは少し口高く形まろやかにして、 東西六十軒余り、南北四十軒余り、ここより、寮にあたり、天神ぐるわと、うあり、南の方にお沼と、うん沼一箇所、また北の方にも今は、わずかの破水系及び軒足を一緒にれる、広き沼あり、いずれも白ありし頃固めの沼なりし、新編武蔵風土気候古障儀の、沢村の境町上に打ち、東谷と雲所にあり天神あり、東地さやどにてた、 大畑小城南に、丸沼あり北に白沼ありやわらあーマは、皆光殿となり、武蔵彦の他に、江戸期の様子を伝える資料として、法暦3年に作成されたと推測される、竹明ハブ古城の図があるが、歴史家の富田勝次は、仮に項が残されていたとしても、それが、ハブ城全体の姿とは言えないだろうとしている。かつてハブの市街地を囲うように、 マンダラ堀と呼ばれる堀が設けられていたといい、富田はこれがハブ城の総堀の役目を果たしていたものと推測している。1971年12月5日、記念物としてハブ市の指定文化財となった。ただし、城跡は住宅地やアケボブレーキ工業の工場敷地となっている。沼地も昭和期には一部が残されていたが、平成に入った現在では、 完全に埋め立てられている。天神グルワの後には、古城天馬宮が混流され、境内には城石を示す石碑が建てられている。ただともは、木戸市一族の出だが、当初は、川田谷市の名石を継ぎ、川田谷ただともと名乗っており、木戸勢を名乗ったのは、影響12年9月以降のことである。もともと、羽生寮の小松神社に安置されていたが、 天正元年にご法上方に持ち去られたと伝えられている。木戸氏の旧心。詐欺者かどうか、詐欺坂群像と名乗り、後に出家して、不徳道家と合したとも言われる。ありがとうございます。